どうも、マルくんです。今回はベルディアに頭のおかしいコーマの娘と連呼され、アクセルの街で頭のおかしいがドリナになってしまったコーマ族、メグミンを紹介します。なお、本編についてネタバレ注意でお願いします。また、訂正点、追加点がありましたら、ぜひコメントで指摘くださると幸いです。まず、メグミンのプロフィールからお話ししていきます。ひらがなでメグミンと書き、職業は上級職のアークウィザード。身長は調べた感じ公開されていなかったんですが、カズマよりも低いのでだいたい150センチぐらいだと思います。年齢は書籍版だと13歳ですが、ストーリーが進み14歳になります。ウェブ版だと17歳という設定になってます。カズマからはロリッコ認定されており、本人は子供扱いされることに怒ってます。黒髪ショートで前髪がパッツンと言われてたり言われなかったり、ウェブ版の方では前髪がパッツンでロングヘアだったそうです。人類最強の攻撃魔法爆裂魔法の使い手で、この魔法をこよなく愛しており、コーマ族の特徴である赤い瞳、黒色のローブとマントにとんがり帽子の衣装で、左目に眼帯をつけている時がありますが、これはおしゃれでつけているだけとのことです。少々男まさいな部分はあるんですが、面倒見がよく家庭的で、カズマからはいい主婦になれそうと言われるほどのレベルで、爆裂魔法さえなければ隙のない女の子と公式ファンブックで述べられています。パーティー1の仲間思いであり、好きな人物には一途でけなげな女の子なんですが、乗せられやすいので挑発されたり称賛されたりするとすぐ爆裂魔法を打とうとします。格好良さげな口上を嬉しそうに言い放ったり、自身が目立つ状況を好んだりする割には想定外の事態に弱く、パニックを起こしてしまうこともあるんですが、ここも可愛い部分ですよね。年の離れた妹コメッコがいるので、小さい子供の扱いにも慣れています。家庭的という理由からか、パーティーメンバーの理髪はメグミンが行っています。ちなみにメグミンの理髪はカズマが行っているそうです。なんかいいですよね。小さくて可愛いものが大好きで、チョムスケも例外ではないですね。当初はカズマにパーティーへ加入することを断られましたが、半ば強引に加入することに成功しました。幼少期に大人でもそうたやすく解けない封印のかけらをハング代わりに構築し、邪神ウォルバクの封印を解きました。現れた黒い獣を魔法使いのお姉さんが爆裂魔法で撃退したことで、爆裂魔法に魅了されました。それ以降は上級魔法の取得条件を得ていたにもかかわらず、爆裂魔法を覚えるためにスキルポイントを貯め続けました。そんなメグミは高い知力と鋭い洞察力を持っており、魔法学校では首席だったそうです。魔法の才能は随一なんですが、爆裂魔法という高火力の魔法に魅了され、メグミは爆裂魔法以外の魔法には興味がないそうです。学校では首席なんですが、実は実家はかなりの貧乏なんだそうです。学生時代にメグミが読んでいた本に爆裂魔法に関することが書かれていました。その内容は、爆裂魔法とは究極の破壊魔法にして、あらゆる存在にダメージを与えられる最強の攻撃魔法である。現在その魔法の習得方法はさほど伝えられておらず、長く魔法の研究に携わった者か、長い年月を生き抜いた人外の魔法使いにしか知られていない。そしてその習得の困難さに比べ、あまりの使い勝手の悪さから、これを取得している魔法使いは地雷魔法使いとも呼ばれ、冒険者たちにパーティーでは断られることが多々ある。波の才能のものではまず習得が不可能であり、たとえ習得できたとしても消費魔力の多さから魔法を使用できない場合もある。なぜこのような魔法が開発されたのかも謎で、長い時を生きる人外の魔法使いですらが、余ったスキルポイントを使い水晶で習得するというのが現状であり、とここでめぐみんが本を閉じてしまいました。この段階ではまだ習得はしていないのですが、この本を読んでもめぐみんの爆裂魔法に対する思いは揺らぎませんでした。大爆発を起こす閃光を打ち出す魔法で、その威力は爆発魔法をも超え、攻撃魔法の中では射程も最長になります。その爆発は無属性で、人類やモンスターなど生物はもちろん、神や悪魔、霊体などあらゆる存在に効果を発揮するらしく、ただし習得には必要なスキルポイントは50であり、あらゆる職のスキルで最も多くポイントを消費するそうです。習得したところでよほどの魔力がないと魔法を発動できず、どんな魔力の持ち主でも1日1発が限界だそうです。リズも使用できるんですが、使った場合はテレポート分の魔力がなくなると言われています。スキルは使えるものから教えてもらうことで習得できるようになるため、教えられるものも少ないんですが、めぐみは5歳の時に邪神ウォルバックから爆裂魔法を教えてもらっているので、取得条件を満たしています。正式な詠唱も教えてもらっているのですが、その天才性から詠唱にアレンジを加えて威力を向上させることも可能らしいです。アニメ版では毎回詠唱が異なっていますよね。小説第9巻では無詠唱で放てるまでに魔法の制御を極めているめぐみんなんですが、詠唱した場合よりも威力は落ちます。
めぐみが溜まったスキルポイントはカズマの独断によりほぼ爆裂魔法の威力向上に注ぎ込んでいるらしく、威力も回を追うごとに凄まじいものになっています。一等の魔法は他にも種類があるので紹介してもおきますね。炸裂魔法、比較的低威力の爆発の魔法なんですが、岩盤を砕く威力があるため土木工事に役立つそうです。取得には上級魔法並みのスキルポイントが必要になっています。爆発魔法、爆発を起こして敵を倒す魔法で高威力なんですが魔力の消費が大きく、かつてはモンスターと戦う伝説的なアークウィザードが得意としていたと言われています。では最後に家系図なんですけど、父のヒョイザブロ、母のユイユイ、妹のコメッコの4人家族になってます。里の隅に位置するところに家があり、一般家庭よりも質素な作りをしています。家の裏にはヒョイザブローの魔道具工房があるそうなんですが、ダサ作ばかりで売れておらず、そのせいで実家は貧乏と言われています。お母さんのユユに関しては特に問題点はないと思うのですが、コメッコは村の住人から食料をもらいに行き、魔性の妹と呼ばれています。紅伝説ではダクネスと遊んでいるシーンが和みましたね。めぐみには夢があるらしく、その内容は大魔法使いになって巨乳になるとのことです。めぐみの実家は貧乏ということで、紅伝説ではカズマが持ってきたお土産を自分のと言い争っているユイユイとヒョイザブローのシーンもありましたね。ちなみにめぐみの好きなタイプなんですけど、スピンオフ作品でこのように述べています。体制があって借金をするなんてもってのほか、気が多くもなく浮気もしない、常に上を目指して日々努力を怠らない、そんな誠実で真面目な人がいいですねとのことなんですが、カズマとは真逆の理想ですよね。一緒に過ごしていくうちに徐々に信頼関係が構築されていき、カズマには恋愛感情を抱くようになりました。12巻でめぐみんからの告白により、カズマがめぐみんへの好意を自覚し、仲間にはまだ内緒にしたいということで、とりま仲間以上恋人未満の関係になりました。映画のパンフレットのインタビューでは作者にカズマの相手としてふさわしいと明言されています。角川スニーカー文庫の公式サイトでテレビアニメ化記念キャラクターの人気投票では第1位に輝いていることから、その人気っぷりは絶大ですね。はい、ということで以上がめぐみんの簡単な紹介だったんですけど、爆裂魔法に対する愛が本物っていうのは本当に伝わってきますよね。また家庭的という点を含めても人気の理由の一つなんじゃないかなと思います。めぐみんがパーティーメンバーの離脱を行って、めぐみんの離脱はカズマが行っているっていうシーンはアニメ版でちょっと見てみたかったですね。今後カズマとの進展を描いたスピンオフ作品が出たらとても面白そうですね。今回はめぐみんについての簡単な紹介でした。じゃあお疲れ様でした。